中野道です。写真家で文筆家で映像作家です。写真と文章はすごく僕はつながってるというか、作品を作るってなった時とかに自分が何を考えてるんだろうっていうことをまず文章に起こすことから始めて、言葉にすることで自分がやってきたことが自分自身で分かるっていう瞬間が多いなと思って、ポートレートも僕にとって大事なのは対自分みたいなところがあって、自分との対話みたいなことっていう面ではすごく近いものがあるなと思います。このカメラは撮られてる方も身構えることなく、もっとカジュアルな感じで撮らせてくれるというか、リラックスしたすごくいい表情がたくさん撮れたなっていうのは思ってますね。セットアップになってるレンズは 40mm だってことで、これは横でも縦でもいける面白いレンズだなっていうのは思いまして、どんな場面でも活躍できるタイプですし、あとはモデルさんとの距離感だったりとかもコンパクトなレンズなので、圧迫感もないから肩に力が入った感じっていうのが撮る側も撮られる側も軽減できるレンズっていうのが面白いポイントだと思います。ボディに入っている手ブレ補正がすごく気持ちがいい、全然機械的じゃない、すごく滑らかなんだけどすごく自然なこう揺らぎっていうかフローが生まれてて、見てる人撮ってる人の感情をちゃんとね投影できる作りになってるな、あこれは面白いなと思いました。10ビット N ログで動画の方を撮ってみて思ったのが、絵が綺麗ですね。映像っていうのは例えば24フレームだったら1秒間の間に24枚の写真が重なって動いてるわけですけど、1枚1枚に綺麗さがあるなっていうのが、それがより感じられる映像の質感だったなっていうのは思いましたね。カメラと向き合うことで自分と向き合えるカメラだなっていうのは本当に思いました。どんないい写りをするカメラでも、そのカメラを使ってる時に自分がやっぱ気分が乗らなかったらそれっていい写真にならないなと思ってて、もっと連れ出したくなるカメラではあります。そこって一番大事だから、自分にとってはデザインだったり持ち運びやすさ、あとは撮られてる人たちが構えなくなるカメラっていうのは本当に大事なものなので、出会えてよかったなと思ってます。